教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さて2018年ということですが、はい、先生にとってこの2018年というのはどんな年にされたいですか？はい、そうですね、世の中の変化非常に目まぐるしく変わってきていますから、はい、よりやっぱり世の中の変化にですね、私一番やっぱり皆さんにいろいろなことをご案内したりする立場ですから、より情報の収集のところはですね、はい、敏感にたくさんの情報を収集しながらそれを皆さんにお伝えしていくっていうところにですね、力を入れていきたいなというふうに思ってます。はい、あ、そうですか。はい、ということはこのコーナーも力を入れていただける、ね、ということでしょうか？より新しくどんどんとためになる情報ですね、はい、ありがとうございます。お伝えしていきたいと思います。はい、お願いいたします。さて、そんな三輪先生に早速なんですがメールが来ておりまして、はいはい、三輪先生への質問をいただいております。はい、ちょっとご紹介させていただきます。お名前がないんですけれどもね、これをくださった方です。新年となりましたが、2018年の地域経済はどうなると予想しますか？また三輪先生が思うキーワードや注目していることがありましたら教えてください。お願いします、ということです。はいはい、とっても大きなお題を新年早々いただきました。はい、まあですけれどもね、これは豊富っていうこともありますし、いろいろ思うところはお伝えした方がいいと思いますね。やっぱり皆さん気になってらっしゃるんですね。そうですね、地域経済、はい、これはですね、まあ、全国で統一してということは言えないですね。それぞれですね、国もどういうことを考えているかというと、各地を競わせるって言ってるんですね。はい、結構乱暴な議論かもしれませんけれども、ですから差が激しく出てくると思います。高山はもう以前からですね、外国人観光客、まあ、日本人の方も多くいらっしゃいますけれども、はい、にどう対応するかということで先へ先へと進んでいますから、そういう意味ではその方向がより一層ですね、強くなって受け入れ体制というのは整ってくると思います。片やですね、岐阜県内をですねずっと回っていますと、はい、市町村によってはですね、いまだにですね、例えば産業振興ビジョンとかですね、こういうのを作るにあたって、はい、具体的にですから、高山だと観光客流入人口が増えるということを明確にそれに対応するということをできていますけれども、いま、だにですね、はい、リサーチ会社にボーンとレポート丸投げしてですね、彼らはですね、手際よくですね、台本があってですね、そこに数字をその地域ごとにはめ込んで、ポイッと出してくるんですけども、はい、そういうのに依存してしまってですね、まあ我々からするとおざなりの産業振興ビジョン作っちゃう、まあ、環境の変化になかなか適応するような内容が盛り込まれていないとか、なんか当たり障りなく上手に文章できてるけれども、どうも具体的な方策が見えないとかね、そういうところに依存してしまっているところは結局競わせるっていう視点からすると立ち遅れてしまうということにですね、なってくるというふうに思います。特に少子高齢化っていうのはですね、地方へ行けば行くほど特に高齢化が激しいですね。で、若い人口は出てってしまいますから、これをどのようにやはり対策打つかということですね。観光客高山多いですけども、じゃあ移住定住はどうするかっていうのは一つ方策は打っていかなきゃいけないところですよね。そういったことに的確に現場に即したものを方策として打ち出せるところは伸びていきます。片や先ほど話したように過去の経験とか、過去にこうだったからということで、例えば炭鉱の町が破綻するしたっていう事例もかつてありましたよね。これは昔は税金がいっぱい入ってきたから使い放題やってたと、それをそのまま言ってしまうと、
出費ばっかりで入ってくるお金ないですから、うん、はい、破綻してしまうわけですよね。そのように変化をいかに冷静に受け入れて適応していくか、はいはい、これができる地域とできない地域、うん、我々の具体的な例だと、この辺ですと、まあ、あの東農でいくつかの町で産業振興ビジョンの策定っていうのをお手伝いアドバイザーとしてね、はい、入ってますけれども、はい、そういったところはどうやって取り組んでるかというと、従来の先ほどの話したようにリサーチ会社のレポートに依存していてはダメだということを気づいて、で企業さんを集めてですね、どんな問題に困っているかとか、これからどうしていかなきゃいけないかという内部事情ですね、そして世の中としても、東農だと今度リニアモーター新しい新幹線が来るわけですね、はい、駅ができます、駅ができるだけじゃなくて実は車両基地もできるんですね。そうすると人手もそういうところで取られちゃいます、そういうようなことにどうやって対応していくか、はい、また駅ができれば観光客も増える、もしくは都会都心東京からすごい早く着くんですね、と勤務先に中津川で住んでベッドタウンになれるかもしれないぐらいのことを考える。そうするとお隣のエナも、そこにやはり住みよい街づくりを作ろうとかですね、この先どうなっていく、そこでどうありたいかっていうことを着実にその地場の情報をもとに作って、そんなお手伝いをしてますけれども、そういうところは確実にですね、1年後2年後3年後って言って結果を生み出していきます、はい、そういった取り組みをしなきゃいけないんですけども、できているところはそういう意味では伸びていくでしょう。そういうことがなかなかやりたくてもできていないっていうのは多くの町市町にあるんですけども、そういうところが差が出てきてしまうね。なかなか手を差し伸べてくれるっていうわけでもないです。国も競わせると言ってるもんですから、そういう意味では差がより開いていく。あの東京近郊でもですね、破綻が懸念されるような市町村というのはあるんですね、それやっぱり税収と出ていくお金の差がどんどん激しくなると、やっぱりお金足りないと、ね、はいはい、そうどっか近所の市町にもう合併してもらうしかないという、そんなことがならないように、まあ、我々もお手伝いしてるんですけどね、差がいよいよ広がっていく、差が広がる、これが地域経済予想ですね。そうですか、はい、では続いて三輪先生が思うキーワード。そうですね、これはですね、はい、去年の漢字、何だったですか。北ですね。北ですね、相反する非常に悲観的な話の中での漢字ですよね、これはあのなんか空から飛んでくるとかですね、あともう一つは国内でも、北海道でポテトが不作でとかね、こう悲観的な、やっぱり楽観的なですね、キーワードを予想したいですよね、そうですね、これはちょっと寂しい感じがしました。南何かな、はあ、東、そういう意味では日の出ずる国日本が改めて元気になっていく、そんな年になってほしいなというふうに思っています。そういう意味ではですね、漢字は東がいいですね。東、勝手に言ってますけどね、なったらすごいですけども、あれはちなみに漢字検定協会さんがですね、皆さんに漢字をもう一度見直してほしいってイベントでやってるんです。そうなんですか、確かにその北って字が人と人がこう、背中を向き合ってるっていう、その由来を教えていただいた、そうだったんだなっていうふうに思いましたけれども、あれは漢字検定協会が漢字の検定試験でいっぱい受験してねっていう思いも実は込められてるんですよ。はい、そうなんですか、そんなこともありますけれども、先生では、ね、あの願いとしては東になるような、希望がいよいよ、広がっていく、はい、日の出ずる国日本の復興っていうところですね、なるほど、そんな年に今年になるといいですね、そうですね、はい、そして、その年になるために、はい、ということもあると思いますが、注目していらっしゃることがありましたら教えてください、はいはい、いよいよですねオリンピックも近づきまして、はい、で岐阜県ですと先ほど話したようにリニアが来ます、近くに来るわけですね。そうするとやはり
東京からのアクセスが良くなりますね、はい、その前にそもそも工事が増えるんです。工事ってやっぱりバカにならなくてですね、うん、はい、労働者が増えます、住宅地が必要になります、はい、そして一番大きいのは皆さんがお給料をもらう機会が増える、ということですね、はい、働く環境、就労環境が良くなるということなんですけども、そうすると食事もしますし、お買い物もしますから、地域経済は豊かになりますね。です、潤いますね。まず東農がそうですけどね、はい、出来上がった後は人が大勢入ってきますね、そういう意味で注目ができると思います、それとですね、もうちょっと近い話で言うと NHK って言っていいのかな、いいよね、はいはい、連続ドラマが4月からですね、岐阜を舞台にするんですよ、それも東農ですけどね、注目で人がどんどん増えま す, そうです、ね、で高山はもともとの観光地ですから、はい、そこへ行ってから高山来るとか、高山からそっちへ降りていくとかですね、観光客はますます増えてきますから、はい、岐阜県従来ですね、ものづくりとかですね、天然資源っていうところで豊かな国なんで、はい、県だったんですけれども、なかなかそこがうまく、本当の意味で天然資源は豊かだけども、県として豊かではなかなかなかったですね、順位比べると結構低かった、岐阜って大体どこにあるか分からないって人がいっぱいいました、そういうことがだんだんなくなってですね、岐阜県もますます注目してもらえるんじゃないかというふうにですね、明るいですね、明るいですよ、やっぱり明るく考えましょう、はい、そうですね、先生ちょっと個人的に最近はビットコインというのをよく聞くんですが、そうですね、仮想貨幣っていうんでしょうかね、あれをいった考えというのはどうなんでしょうかね。これはですね、なかなか裏付けがないですから、まだまだですね、信用が、私自身はですよ、ちょっと実態をつかめていないので、詳しくお話できませんけれども、結局はですね、その前段としてですね、お金キャッシュレス化っていうのは間違いなく進んでいくんですね、この飛騨高山地域でも、地域通貨っていうものが徐々に一生懸命頑張ってるところもありますし、これをやはりスマートフォンが普及してですね、私自身も電車乗る時もコンビニとかで買う時も小銭出さないですよ、携帯を出すとですね、チャリンって言ってですね、お金、もうそれで支払い終わりますね、これはもう中国だともっと進んでいって、八百屋さんで白菜1個買うにも、八百屋さんがいわゆる QR コードを出して、それをお客さんがスマホで読み取ると、そうなんですよね、で支払うってやるともう支払われるんですね、こういうのはどん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 進んでいくと思います、その先にビットコインというものは、存在しますがね、まずは通常の裏付けのあるお金、これの通貨というよりはインターネット上での取引、これはますます増えていくと思いますね、そういう意味ではコンビニからですね、ATM がなくなるんじゃないかということも言われています、そもそも現金の出し入れというのは作業がありますよね、運搬してきな来ないといけませんよ ね、セキュリティのある人が、でそういうお金かかるわけで費用かかります、特にコンビニはもっと先行ってると無人レジとかでもあるわけですよ、そうすると現金出し入れじゃないですよね、もうこれこそスマホピッて、これお金足りなくなったら携帯上でチャージして現金がいらない、これはもう今すぐにでもやってきますし、それは履歴が全部残るので非常に便利でもあるんですね、それは使った人も履歴わかります、 そうですね、そして売った側も紐付きの情報が全部取れるので、何が売れるとかこの人の客単価とかですね、全部わかりますから、これは非常に合理的にですね、マーケティングにも使えるし、飲食店なんかもそうですね、全部小銭が合わないってことはなくなってくるわけです、現金合わないって言ってですね、そうですね、あの
ブラック企業だとお前が出せとかですね、負担させられたりする、そういうのなくなってきますよね、で全てがデータ上で見えてくる、そんなあのレジの仕組みも変わってきます。はい、なるほど、いろいろまた変化に富んだ、そうですね、はい、1年となりそうですけれども、やはりあの東となるように、そうですね、はいはい、明るい未来が見えますように、はい、宮先生、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。宮先生に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて、あの先週あの2018年 の、はい、あのお話を伺いまして予測を先生の、明るい未来を大胆に予測しました、ね、はい、ちょっとあの気持ちも明るくなりました、ね、やっぱりそうやって考えないと、ダメだダメだって言ってたらですね、ですよね、絶対良くはなりません、はいはいはい、そうですよね。ポジティブにいきましょう、はい、ポジティブに、はい、いきたいなと思いますけれども、さて先生今日はどんなお話をしていただけますでしょうか、はい、やっぱり物事の裏表、経営者の皆さんが聞いておられると思いますから、従来の発想ですと買う側の立場としてね、損か得かっていうのを考えますけれども、はい、うん、売る側の立場としての、はい、そのお客さんにどう買って得だっていうことを思わせるかっていうことをやっぱ考えないといけないですね、そういう意味で身近な日頃の特に今お正月ですから、はい、おみくじテーマにですね、はい、ちょっとその辺を考えて、はい、自分のお仕事につなげていっていただきたいなということで、おみくじの起源についてちょっと調べてきました、だからおみくじがテーマっていうのがちょっとむすびつかないんですけど、おみくじは引くものだって思ってるでしょ、はいはいはい、でも誰かが作ってるんですね、あれ。あ、まあそうね、神のお告げで神様が持ってくるわけじゃないですね、どこで作られてるかっていうのもありますよ、そもそも起源が、どこで大体おみくじ引きますか。神社で引きますよね、はい、神様ですね、はい、でも起源は神社じゃないんですね、そうなんですか。お寺さんなんです。お寺なんですか、はい、その辺の話からちょっとね、はい、皆さん神社でですね、これは何のために引きますか、そもそも何のため、その年の、運を知るために1年のね、はい、それもそもそもはちょっと違うこれからいきましょうかね、おみくじはもともとお寺さん、平安時代のですね、天台宗のお坊さんが考えました、詳しいことはちょっと難しいので省きますけれども、そのお坊さんがですね、平安時代ですよ、はい、
自分の進むべき道に迷いができた時、だからお正月に引くってことじゃないですよ、いつでもいいんですけどね、進むべき道に迷いができた時、お大師様にその方向を決定していただくもの、お大師様っていうのはそこのお寺さんのお子さんが一番いらっしゃるんですね、今どうすべきかを相談するものとして作られたわけですね。ですから1年この先どうなるかとかですね、そんな予言とかですね、運試しとかですね、そういうことじゃないんですね。ないんですね、占いみたいな。占いじゃない、今迷ってるんです、どうすればいいですかっていうことなんですね。それが起源だったりします。でそこにはポッと引けばいいっていうものじゃない起源があったんですけれども、それを、江戸時代にですね、これもお坊さんがですね、広めたんで、庶民に広めたんです。もともとは信者さんが、まあ、檀家さんがですねお寺さんに行って判断に迷った時に教えを請うということであったわけです、それが起源なんですね。でお寺さんなので、経典のようなものがあるわけです、どんなでそのおみくじに、何枚大吉が入ってるとか、経典があるんです、あるんですね、実はな、うんふんだし、それはだから決められてる、人が決めてるっていうことですよね。まあ、ざっと100枚、もともとの寺さんのおみくじは100枚、大吉は 16%、まあ、16枚ってことですね、今日が30枚ですね、今日が吉35枚ですね、はい、他にあの中吉とか小吉とか、それは19枚とか決まってる、決まってるんですか、決まってるですね、お寺は教えのもとにですからね、その巧妙なお寺さんのお坊様がですね、決めてですね、それ用の教えの本があります。で通常だと、まあ、大吉中吉小吉吉末吉凶ぐらいですね、6つ、本当は12個あるらしいです。そこまでやるともう細かすぎてみんなちょっともうどうしていいかわからないので6つになったらしいですけどね、そういう起源がそもそもあったということが一つですね、だから自分のまあそういう意味では、くじ運だったりしますけど、そこには決められた法則があるっていうのが起源ですね。これはお寺さんの元々のおみくじの起源ですね。で皆さんが日頃、まあ、特にこのお正月なんかに神社に行って引くおみくじ、これ起源は仏教にあったわけですけれども、この神道系ですね、神社だから、おみくじのルールっていうのは明治なんです。あ、そうなんですか。だからそんなに昔じゃない、随分最近なんですね、神社のやることなので、古くから日本の西への伝統文化って思いますけども、これは明治の。あ、そうなんですね。ちょっと前にその神社の大変な事件もありましたけども、結局ですね、女性の神職っていうのね、東洋、ちょっと生々しい話ですけどね、とか女性の活躍をやっぱり神道の方がやはり考えた時に、そのための組織を作って、婦人会っていうのを作って女性の活躍を認めていこうとか、いわゆる啓蒙啓発するために雑誌を作って、それの資金調達のために始めた、そうなんですか。ですから、神様のお告げなのかな。そうなんですか、女性の活躍のために、でおみくじは作られているのは全国で6件ぐらい作ってるのね、誰でも作っていいっていうことではね、わけじゃないんですか、ありがたくないでしょ。だって確かにそうですね、その辺のあのご近所の印刷屋さんが吸ったらちょっとやっぱりあんまりないですから、
一応そこは神のお告げの思いが込められて6軒に作られていますけども、それはもうあの決まってる、決まってますね、神社庁とかで一番多く、はい、全国の7割を作っているのは山口県にあるその起源となる明治に女性の機関誌を作ったところが今も全国の7割を作っている、知ってるようで知らない、知っていないですよね、知りませんでした。で神社の側あれ番号ちゃんと書いてあるでしょ、引くとそうなんですか、1番とよく見てください。あ、私引いたことがなくて、あ、そっか、はい、あ、そこはまたそういう方もいらっしゃるんですけども、はい、何番って書いてあるんですよ、でさっきのお寺さんの起源のやつは100番まであるんです、神社のは50番までですね、50番まで、はい、そこに先ほどと同じように比率があるんですけども、実は神社のおみくじの、はい、まあ、大吉が出る確率は神社によって違う、神社によって違うんですか、はい、え、それはどうしてなんですか。みんなですね、新年の思いを込めてくるので今日がないとこもありますね。ねえ、全国でも3箇所の大吉が出やすいところってのがある、出やすいっていうのは枚数が多い、仕込まれてるってことですよ、ことなんです ね、東京の湯島天満宮とかですね、和歌山の熊野大社とかですね、大分の宇佐神社とかですね、そこが一番多いですね、大分 36%、それはもう公表してもいいことなんですか。それ公表されてる、はい、では皆さんがやっぱり運気を、本来違うんだけども、もともとはそうですね、運気を占いに来るから、はい、そこは出しましょう、これビジネスだ、お客様の満足のために、だから今日がない、じゃあそこ行きたいですね、なんとなくやっぱり、そうそうそう、これは、はい、ですからそこからつながってるんですよ、お客さんが何を求めてるかに柔軟に対応してるんですね、大吉引きたいって思いますもんね、出ますように、出ますようにと、でも今日が出てもですね、どうやって教えられるかっていうと、あの字はですねコップみたいにね、はいはい、芽が出てる、植木鉢から芽が出ますから、これから芽が伸びて成長するって教えられるんです、ものは考えようですね、本当ですね、そうやって伝えると買ったことを悔やまないでしょ、本当です、買ったっていうか引いたことをね、引いてもこれから芽が出るんだなって、これ伝え方ですよ、あまりにも暴露してしまっていいかどうか分かりませんけども顧客満足のために神社のおみくじは行われてる、皆さんですから喜んできますよね、で今日引いてもこれから芽が出ますよって、そうですね、そう思えば、あのちょっと落ち込むことはないですね、やっぱポジティブに いけますね、これは全ての事業につながる顧客満足のために事業は作らないといけない、作り込まないといけないということですね、これを、まあ、このあとですね1月はじっくりお話ししていきますが、はい、この辺の起源と実際のお寺と神社も違いますし、はい、その確率も違う、特に今日がないとかですね、大吉が出やすい神社がある、これはみんな来てほしいっていうね、もともとのだから神社のやつには経典がないから、でそもそも資金調達のために始めてるからと目的のためですよね、まあ、それの良し悪しを言ってるわけではなくて、皆さんが喜んで見てるわけですね、あとですね、神社に行くとおみくじくくってありますよね、ありますね、はい、もうとにかく柵に、はいはい、あれもみんなくくっちゃうんですけども、本当はおみくじは、まあ、次引くまでちゃんとお財布とか大事に取っとくんですね、で何かそれこそ迷いが出た時に、その教えを改めて紐解いて読むっていうのが使い方ですけど、みんななんか真似してくくってっちゃうんです、あれってあの例えば今日があの良くない今日とか、良くないものが出た時にくくるんじゃないですか、そうですそうです、良くないものくくるんですけども、
みんな何出てもなんか食ったらからじゃあ食って帰ろうって、皆さん聞いてる方もどうですか、カツメドの時にね食ってきちゃったかもしれませんね、これは今日の出た場合に、はい、まあ、教えは教えられますけども、木に結んで、木の精霊が悪い運気を清めてくれるって、そういう意味 で、ね、まあ、今日だけじゃなくて、まあ、石地とかいろんなのでもくくてくそいますけども、でもそれも教えとして持って帰るのが本当です ね、禁止っていうところもありますですから、それはゴミになるからというよりも、それをちゃんと持って帰って日頃参考にしてくださいっていう神社側の思いですね、お客さんのことを思ってるんです、自分たちのゴミが増えるからではないです、ないんですね、そのようにですね、まあ、前にも当たり前と思ってる常識が実は違うってことはたくさんありますけれども、今日は1月お正月初詣おみくじということで、これをテーマにちょっとお話をしていますが、お客様が何を求めてるかを的確に答えないといけない、そんなことなんですね、はい、もうよくわかりました、どうしておみくじがと思いましたけれども、ピタリ当てはまりますね、そうなんです、これもある意味、ビジネスなんですね、ビジネス、私はですから、お寺さんが出店をやるっていう時に相談を受けたこともありますけれども、コンペイトを売りたいって言ったんですよ、前にも話したかもしれません、コンペイトを売りたいって言って、なんでお寺がコンペイトを売ってるのってみんな思って素通りしてたんですけども、色ごとにです、いろいろ色ありますよね、黄色は金運、ピンクは恋愛運、いろんな意味をつけてですね、売り始めた途端に行列ができました。これやはりお客さんが何をそこで連想して、そこで何を求めてるか、お寺さん、まあ、神社でもそうですけども、やっぱりそういう人生の悩みや辛いものを解消したいとか、新しい運気をもらいたいとか持ってるから、その意味付けをして販売したことによって、行列ができるコンペイトになったっていうのが、ね、これ仕掛け人なんですけど、いや先生の、そうですね、そうなんですか、それはやはり私のアイデアが優れてるんではなくて、人が何を思っているか、何をしに来るかっていう、それはちょうどですね、岐阜市内の皆さんが初詣に行く稲葉神社の麓にあるお寺さんなんです、でもみんな人通っていくから、ちょっと出店をでもやろうと言って始めたんですけどもね、だからみんなその運気を上げたいっていう思いはみんなあるから、そうですね、金運とかね、恋愛運とかそれぞれ思いがあるから、それぞれの意味をつけて売ったんです。とっても人気商品です。買いますね、それで。みんなね、全部の色混ぜてくれって言うんです、そうですよね、そうです、それを言う、やはりお客様が何を求めてるかを起点に、お商売は進めていった方がいいですよっていうのを身近な事例としてね、ちょっとお伝えしてみました。そうですか。もうぜひ今年もいろいろいろんな事例を教えていただきながら、もう皆さんの本当に良い参考になると思いますので、ただ、一喜一憂するだけじゃなくて、ね、ですね、戦略的に、そうです、ということですね、仕掛け人になるってことですね、仕掛けられる側ではなくて、お客様の満足のために、やっぱりその仕組み仕掛けを作っていくっていうことが大事だというのが今日のお話です。わかりました、テーマにしたいと思います。三輪先生、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp
おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。三輪先生のお話伺って今年はやっぱり仕掛け人にならなければと思われている方も多いと思います。従順なですね、お客さんのままではですね、お商売うまくいきませんですね、そのお客さんに委ねるというのではなくて、やっぱりそこにはちょっと操作がいると。そうです、お客さんの心を自ら動かすということですね、これが必要です。はい、そんなところで今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。そういう意味では前回お客さんの満足のためにということをお伝えしましたけども、なかなかすぐそこまではですね、思えて至らないです。どういうものかも分かりませんし、それは次回にお話しますけども詳しく、そもそもですね、じゃあ商品やサービスがなかなか売れないヒットしないのは何が理由なんだろうかというところについて、今回はじっくりちょっとですね、考えてみたいと思います。それはもう誰もが知りたいところですよね。これもね、実は相談者あるあるなんです。なんで売れないんですか、とか、そう、なんでダメなんですか、こんなに一生懸命やってるのに、ってあるんですけど、一生懸命やればいいんじゃないんです。結局お客さんは関係ないでしょ、そうですよね、寝ずに頑張ってるんだとかね、私だって寝てないんだって言って潰れた会社の社長さん言ってますけど、私だって寝てないよっていう不毛な会話ですよね、それってね。お互い寝てないだったら問題解決するのか、寝たら問題解決しますか、そうじゃないでしょ。だから頑張ってる、自分は褒めてもらっても、自分で褒めてください。それはお客さんからはそれは褒められない。じゃあどうすればお客さんに褒めてもらえるんでしょうかっていう前段ね。だからまずそもそものあるあるは、なぜヒットしないのか、ね、自分の好みだけしか考えてなくて、そもそもこれをやりたいと思って始めたからっていうことを一生懸命言う人ね。でも聞きます ね、 ね、もちろんね、自分へのこだわりも必要です、でもお客さんの気持ち心を動かして初めて伝わるわけですよね、ですから自分の好みばかりを言っていても通用しない、だから売れないわけですね、だからお客さんの求めるものが何か、それ高いのは分かりやすいんですよ。かつては団体さんがですね、バスでツアーで来ました、日本人の方です。そうでした。今日本人でもそれぞれ車で来たり、個人ですね、外国人が多いですよね。多いですね。そうするとお客さん変わってるわけだから、自分のこだわりで、伝統工芸品の話以前にも話しましたけども、一生懸命掘ることはいいですが、掘るもの、何を掘るかっていうところは、売れるものを掘った方がいいんですが、悪魔に魂を売れないという、この大きな壁が、意識の壁があるわけですけどね、そうだと思います。それが大きな壁となってヒットしない、自分へのこだわりが強すぎるというのが一つですよね、あとですね、これも何度も話してますけども、
いい商品なんだから絶対に売れるっていう、本人にとっては確信なんですけども、そうですね、他人から見ると思い込み、あ、ちょっとずれてるんですけど、まあ、ずれてるとまではね、そのご相談の時は申しませんあんたずれてんだって言ったらちょっと怒って帰っちゃうでしょ、はい、ですけれども、はい、ここでやはり考えなきゃいけないのは、いいとか悪いとか、これを決めるのはお客さんですよね、さっきの話と一緒です。そうですね、寝てないとか頑張ってるってのはお客さん関係ないのと一緒で、いいものですって言われても、いいかどうかは私が決めんのよって絶対思うと思います。そうです ね何を持っていいって、それが結局はお客さんの満足のポイントですけどもね、そのネタはちょっと今回は置いときまして、はい、商品への思い込み、これが強すぎるとやっぱり売れない。こういうふうにやっぱり独善的って言うんですけど、自分だけが間違ってない正しいというようなね、はいはいはい、思いの仕方、天才でもね、なかなか天才だからといって商品が売れるわけじゃないんです、だって天才かどうかお客さん関係ないもん。そうです ねそしてまだありますよ、大きく4つあるんでね、今まで2つきました、はい、自分へのこだわりが強い、はい、商品への思い込みが強い、そして3つ目です、はい、これまでこれでやってきたから、ね、脈々と先代から引き継いでやってきてるんで、はい、これをやるのが仕事だというね、括弧の、まあ括弧はそれでおそらくですね、成功してきたから続いてるんでしょうけども、はい、時代とともに、まあ、これは売れなくなってきたりするものによくありますけれども、過去の成功に執着してしまう場合、何がいけないかというと、やはり世の中の環境の変化に適応できてないってことですよね。これは先ほどと一緒です。観光客の来る人々の来方が違うし、中身が違うわけですよね、日本人、はい、外国人という違いもありますし、観光バスなのか電車なのか車なのかっていうのも違います、そういう意味では競争も激しいですし、時代が移り変わっているので、その時代の移り変わりに適応できてないってことですね、はい、これまでこれやってきたからと言ってですね、過去の成功に執着してしまうということ、以前にもお豆腐屋さんの例を話しましたけれども、はい、お豆腐屋さんどんどんスーパーがですね、そうですよね、安売りして、はいはい、作ってる人はもうそれこそ寝てないんですね、でも値段は買い叩かれるんです、かつては売れていったから良かったけれども、はい、そうですね、新しいことをでもやろうとした息子さんを、お父さんお母さんが反対したっていう事例があります、これでやってきたんだからあなたもそれをやりなさいって、それではやっぱり環境の変化に適応できない、ね、はい、だってスーパー自分でね、お豆腐作っちゃうんですよ。そうなんですもんね、そのなんか買えることに対してなんか罪悪感というか、持っちゃう、そういうこと持ってしまいますもんね、そういうふうに言われますと。そう、これは安定志向っていうのもね、安定志向が大事な部分もありますけど、守るものは守る、でも変えるべきものは変えていかなきゃいけない、その判断に困る人は全部守っちゃう、なんかこう自流に乗ることが良くないみたいな、います、いらっしゃいますよね、とってもなんかもう頭の中いっぱい顔が見えてきますけれども、それはどこで線引きするかっていうのは決めた方がいいですよね、自分それぞれによって違います、業種業態によって違いますけれども、そこは的確に変化を適応していかないと生き残れないです、はい、ダーウィンが言ってたんで、昔から言われてる話です、環境に適応できるものが生き残るっていうことです、そうですね、あとですね、はい、もう一つ、もうこれしかない、これしか自分にはできないからって言ってですね、もう将来の自分を限定してしまうっていうことですね、はい、まあ、いわゆる頭固いって、あまりこうってことも言いませんよ、日頃は。この
の人ちょっと頭固いなと心の中でつぶやくんですけれども、どうやったらほぐせるかなって僕らは思うんですけどもね、相談対応するものですから、従来の自分を限定してしまうと、やはり昔ながらのものをね、今またそれが懐かしいと言って売れるものもありますけれども、じゃあ昭和の50年60年にヒットしていたおもちゃが今でも売れますかっていう、やっぱり品を変え形を変え色を変えしてきてるわけじゃないですか、そういうことにやっぱり適応できないと売れない、でもこれしかできないって言っていたら、同情して買ってくれる人ってそんなにないですよ。そうですね、商品やサービスがヒットしない本当の理由は、お客さんが悪いっていう人いるんですけど、お客さん悪くないし、我々のような相談者あんたが悪いって言われるのもあれもう本当困っちゃうんですけど、私が悪いんだとしたら、どの企業さんにとっても悪いはずですけど、相談来てよかったっていう人もいるんですよってお返ししますけど、そういう意味で自分へのこだわりが強い人、商品への思い込みが強い人、過去の成功に執着している人、将来の自分を限定してしまっている人、こういう4つの大きな理由があるとですね、商品やサービスは売れません。まあ、思いは強くてもですね、思い入れだけが先行してるっていうんです。思い込み、思い入れ、いろいろですね、大事にしたいものもありますけれども、やはりお客様っての商売ですから、お客様に求められるものをちゃんと提供していかなきゃいけない。ね、前回お話したおみくじ、今日がない神社がある。なるほどと思いましたけれども、一番大吉が出やすいところ 36% も大吉が出る、普通10から20、まあ、通常10ですね、お寺さんの場合はまた決まってますけどね、そうなんですね、ビジネスとして考えた時に、お客さんが何を求めてくるか、そこにやはり上手に答えていくってことは大事なことですね、なるほど、あの伺っているとやっぱり本当の理由っていうのはもう自分自身にそうですあるんですね、そうです、人のせいにしちゃいけません、我々悪いかなって時々反省 しそうになりますけどもあまりにもそれはもしかしたら言葉遣いが適切でない場合もあるかもしれない、それは反省することは我々もチームでやってますから、それぞれですね客観的に、あの意見をし合ったりはしますけどね、まあでもそれは他責と自責って言うんです、他人の責任か自分の責任か、他責で考えるんではなくて、自責で考えようということです、他人を変えようと思っても変えられないし、ね、お客さんが決めることだから、じゃあ自分が何をできるかって考えなきゃいけない、そういう意味では発想の転換をしないといけないわけですね、そうですね、自責で考えないと何一つ、あの好転しないというか改善しないですね、もうそんな神風吹かないし、白馬に乗ってほしまいきません、いない残念ながら残念ですね、あれは物語ですねでそういうまあファンタジーですね、ファンタジーを求めてるから、あのテーマパークとか、そうなんですね、あれ人気なんですけど、世の中全てはテーマパークじゃないです、そうですね、リアル、リア充、そうですから、そこを狙わないといけませんよね、その転換をしましょうということなんであります、大事な要素ですね、ですから商品の価値はお客様決めるいうことであります、そこを第二に発想の転換というのをですね、ちょっと最後にお話ししますと、4つあります。以前に10円のおもてめん分かりますかってありますでしょ、平等院のあれ、そう、そもそも常識が間違ってるってことがあります、そうですね、これ発想の転換をしないといけないという観点、で表か裏かっていうのは大事な要素ですよね、そういう意味ではどっちが表なんだろうって疑問を持たないといけない、そうですね、柔軟な発想が必要ですよね、そして表だと思っているものが裏の場合もある、逆転の発想も必要です、そして実は常識にとらわれていると
分からないことってたくさんありますから、一歩前出ないときの突き抜ける発想が必要です。柔軟な発想が必要、逆転の発想も必要、そして時には突き抜ける発想が必要ですね。で改めて現状に戻って、本当に常識って合ってるのかとかね、自分の周りの例えば従業員さんの個性とか理解して彼らの能力をちゃんと引き出せるかという意味では原点回帰も必要ですね。柔軟な発想、逆転の発想、突き抜ける発想、そして原点回帰の発想、この4つがですね、必要です。発想の転換というのはこの4つですね。これを持って、じゃあお客さんの満足ってどういうものかっていうのは1月の最終回にお届けしたいと思います。そうですか、次週ということになりますね。ではまた来週を楽しみに待ちたいと思います。三輪先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町5-95-10、郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生、よろしくお願いいたします。お願いします。1月も最終週を迎えております。お正月気分も抜けて、そうですね、お商売に精進するっていうところですね。いよいよ本格的に、いろいろとね、先生前回教えていただきましたようにですね、現状を回帰していただきながら、ということですよね。その転換をするということですね。ですから自分がいいものっていうことじゃなくて、お客さんにとっていいものって、どういうことかなっていうことをちょっと今回はですね、皆さん考えていただきたいなと思っています。それはどういうものというふうに、商品もサービスも一緒ですけれども、じゃあその価値っていうのはね、値段だけじゃないですね、見た目とかもありますけれども、そもそもですね、一般的に皆さんが考える特に商品の場合は、機能的な価値というものがありますね。寸法とか、例えば食べ物だったら鮮度とかありますよね、寿命とかね、自動車とかだったら燃費とかありますよね、とか安定性とかありますよね、こういうのは数字で表すことができる性能や品質ですね、分かりやすいところですよね。作り手が、提示するいいものですっていうやつです。これは機能的な価値ですね、掃除機だったらいっぱい吸えるとかね、ありますね、いろんな言い方がありますけどね、いっぱい吸えるっていう掃除機は、日本のメーカーさんが作るやつ。じゃあ外国の宣伝いっぱいやってよく売れる商品は、
機能的な価値としては日本のメーカーの掃除機よりも実は劣るんですけれども、みんながいいと思って買うわけです、これは機能的な価値と対して言うと情緒的な価値っていうことです、形や数字で表せない、買う側の人がですね感覚的に捉えて、まあ、要するにいいものだと考える価値ですね、ありますね、確かに吸引力が変わらないたった一つの掃除機っていうキャッチコピーよく聞きますけれども、吸引力の機能的な価値は日本の従来のメーカーのものが高いんですよ、でも吸引力が変わらないって聞くことによって感覚ですよね、感覚ですよね、これで、あ、いいものだと思うわけです。しかもそこに輪をかけてたった一つっていう、そうですね、確かに、なら情緒的な価値ではなくて、日本のメーカーは機能的な価値ばかりにこだわってる、だから液晶テレビが何万画素でこんなに綺麗って言うんですよ、情緒的な価値はそれはどうやってじゃあ言えばいいかというと、これで映画を見ると楽しく楽しめるって、あ、どっちがいいですか。なんかやっぱり楽しめる、そうでしょう、テレビ見て楽しむんですよね、それを言うか言わないか、まあ言うか言わないかなんですけどね、伝え方なんですけれども、機能的な価値に対して情緒的な価値、日頃皆さんが考えているのは機能的な価値ばかりで、日本のものづくりはそこに優位性をね、持って、まあ、もちろんいいものを作っていくっていうのは大事ですけれども、いいものである、まあ作り手にとっていいものがいいお商売をできるかというのはこれ別の問題だと、それは買う人が決めるから、ですから情緒的な価値にちゃんと気づいて、それをアピールしていかないと掃除機の例がしっかり売れない、日本のメーカーさんはですからみんな慌ててですね、このサイクロン方式っていうんですけどもね、サイクロン方式の掃除機をみんな出しました。でその外国のメーカーよりちょっと吸引力高めても売れない、もう最初のもうたった一つのって言ってるから、そうですよね、そこです、これだと思っちゃってますもんね、あとは真似あというイメージあります、吸引力が高いですよ、たった一つのってもう聞いちゃってるからこれしかないって、あ、そうだ、これをもうちょっと深掘りしますと、結局ですね、商品に接して、例えば食べ物だったら美味しいとかね、綺麗とか、これ感性的な価値っていう、感性的な価値、これはですから私が前にもお話ししたように、美濃焼の産地で美味しい料理ができる土鍋って言って2万8000円ぐらいのやつがヒット商品になったってお話しましたけども、これはこの感性的な価値、美味しい料理ができる鍋、で爆発的にヒットされた、たった一つの鍋って言ったらもっと売れるかもしれない、ね、本当ですね、感性的なものですね、そう感性ですね、美味しいとか綺麗とか、もっと言うと女性向けだと可愛いって、お茶可愛いって買うんですよ、美味しいじゃないのね、そういう感覚ですよね。もう一つあって感情的な価値っていうのもあります、商品を実際に購入して経験した後に湧き起こる感覚、例えば、癒されるわとか、 あとですね、ブランドのものだと持ってることに誇りを思うとか、トヨタさんがトヨタの車とレクサスの車と工場一緒ですよ、ちょっとあの製造工程違いますけども、同じように品質いいです、レクサスの方がもうちょっと静かだとかありますけど、そこは機能的な価値ではなくて、もちろんある伴ってますけれども、誇りに思うとか、そうですね、だって同じ例えば岐阜から高山まで東海北陸道走ってきた時に制限時速って決まってますから、
同じ時間かかるわけですよ、うん、トヨタの車でもレクサスの車でも、はい、で燃費はどっちかというとトヨタの方がカローラの方が排気量がちっちゃいからね、良かったです。だから機能的な価値では優れてるんです。あでもそうです、ね、乗る人が誇りに思うのどっちかって言ったら、はい、レクサスだったりするわけですよ ね、 ですね。それは感情的な価値なんです。だからいいものいいものっていうのは受け取る人によって結局違うわけですよ ね。営業マンはレクサスには乗りません。レクサスの営業マンはレクサス乗るけども、普通の営業マンはあんな大きくて燃費が悪いから比較するとね、あ乗れない、だいたい高いしって、営業に使うのはもう草履代わりだから、もう壊れても買い替えても安心とかね、その場合営業マンの場合だと長く乗って壊れないとか、燃費がいいとか、ね、いいものっていうのはポイントが買う人によって違うでしょ、そういうことです。そういう意味で情緒的な価値に感性的な価値というものと感情的な価値というものがあってですね、その辺が結局は作り手にとっていいということと、買う側にとっていいというところの違いですね。機能的な価値と情緒的な価値には境界線があるということです。大きな溝があるわけですね、いちいちではない、たった一つの。そうですね、これは確かに情緒に訴えてるでしょ。あ私もあの先生の話伺いながらちょっと思い返してみますと、情緒的なものがほとんどを大部分占めて買ってると思います。だって欲しいから買う、はいはいはい、ちょっと高くても頑張っちゃうわけでしょ、はいはい、それっていうのは機能的な価値じゃなくて情緒的な価値、うん、で欲しいものだって、欲しいものって思わせないと買わないでしょ、生活必需品で必要なものだったら、値段で決めるけども、ね、欲しいものって言ったら、値段は二の次じゃないですか。二の次ですね、そこをきっちりと狙えないと、だからもう皆さんが売れない売れないって困ってる要素は根源的にはそこにあるんです、ですから欲しいと、まず買う前に欲しいと思わせないといけないし、買ってもらって満足してもらわないといけないですよね、だから商品やサービスは2回評価されるって言われるんですね、まず 買う前に欲しいって思われ出るかどうか、思ってもらえるか、なら大手の企業さんは宣伝をバンバンやって欲しくさせるっていうことを、まあ植え付けるわけですよね、まあ中小企業だとなかなかそれはできないけれども、お店でもポップをつけたり、直接の対面営業でセールストークをやったりするときに、いいものですいいものですって、それは押し売りなんですよ、欲しいと思わせるか、だから押しちゃダメで引いてみるっていうことですよね、前にもお伝えしてますけどね、欲しいと思わせられるかどうか、じゃあそれは何っていうのは顧客満足の指標ですけども、でそれで反応がないっていう時は、商品が悪いんじゃなくて企画が悪いわけですね、もう言い方が悪いってことを簡単に言うと、売り方、売る仕組み仕掛けが悪いってことですね、でまあお試しでとりあえず買ってみよう、欲しいと思うと一回買うわけですよ、ならでそれでもう二度と売れない場合は商品が悪いわけですよね。あそうです ね確かに反応がない場合は商品が悪いわけじゃない、だって知らないんだから、欲しいと思わないっていうこと、だから、いいものは分かるけども別に欲しくないっていうケースって結構あるんです。ありますね、みんながいいって言うけどもとか、あと行列があるからとりあえず並んでみるっていうのは、とりあえずなんかいいかもしれないと思って、でも実際行ってみたら大したことないちょいちょいある、ね、あるあるでしょ、ね、一発屋で止まってしまう、まあ行列を意図して作るとこもあるんです、それはアルバイトとか派遣とか使って、まあ東京だとそれ手の込んでるんで、エキストラを使って役者ですよね、お金払って行列作ったりします、そうなんですか、アイスクリームショップとかね、あと洋服屋さんが、まあ、要するに海外から初進出、はいはいはい、ありますね、初進出したらみんな知らないのに、知らないのに並んでますよね、これね東京の場合はねエキストラ事務所にお金払って、そしてなんかインタビューされてもちゃんと答える、
こういう話前にもしましたけども、それがないところだと、派遣会社に頼んじゃう、お金があったから並んでるんですよ、質問するとバレちゃうんですね、あ、これ派遣で来ましたみたいな、なんかいいバイトっていうらしいんですけどちょろいっすねみたいな言っちゃう、でそういうふうに行列って仕込むっていうのは一つの、これね悪いと言ってるんじゃなくて欲しいと思わせるための仕掛けなんです。仕掛け側からするとそういうことです。だから例えばお店もね、ただ綺麗に整理整頓してるだけでは物売れなかったりします。物によりますね、高額商品で例えば宝石売ってる人の時は綺麗に少しずつ並んでた方がいいけども、日用品だったら、ありますよねドンキホーテとかね、いろいろああいうところは逆にものすごいいっぱいあるわけですよね、そういうところで購買意欲をそそる、何でもかんでも綺麗にしとけばいいっていう、汚いって言ってるわけではないですけどね、整然としてればいいってことで、そうですね、それは欲しいと思わせるかどうか、日用品はあそこは目移りするほど並べといて、そこで決断をさせていっぱい買ってもらうっていう、これは欲しいと思わせるという意味での成功の秘訣なんですね。開店するときにお店を開くときに綺麗に整頓していけばいいっていうだけじゃない、だからわざとお店の前にも見せびらかすように置いておくと、ありますね、これはあちょっと何かしら中も何かしらって気になるって、気になりますね、欲しくさせるってね、情緒的な価値ですよね。いいものが置いてるなんて一切言わないわけですよ、見せる、それは売るための企画、コンセプト、売り方ですよね。で一つ、もう一つは買った後に満足してもらえるかどうかっていう、リピートすればお客さん何回も来てくれるし、口コミ今時だと SNS で、よかったとか美味しいとか、インスタ映えとか、そうですね、それインスタ映えって中身が美味しいかどうかじゃないでしょ、見た目でしょ、見た目ですもんね、でもそれで、あ、私も行ってみたい、かわいいとか、美味しいじゃないですか、かわいいとか、かわいいとかですね、ね、判断は、で口コミですよね、そうすると売り上げが増えてロングセラーになる、これは見せ方、パフォーマンス、これですよね、そういうようにお客さんが何を求めるかっていうのが大事っていうところに目を見ていかないともう名売れませんよということであります。はい、わかりました。もっと深掘りはですね、また翌月にですね、きっちりと話しちゃおうと思いますけども、これはもう本当に一番売れないお店悩んでる根源的な課題はこの顧客満足って何かっていうところに至らないっていうことです、ということなんですね、自分のこだわりばっかりでやってるっていうことですね、なるほど。またこの先もこれ深いですよ、深いですね、でもこれね商売繁盛の秘訣になってきますから、もう来月なんか本当に大事なお話をします。そうですか、皆さんぜひお楽しみにしていただきたいと思います、今月も宮先生ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの
三輪智夫先生のご協力でお送りしました。